霊夢です。マリサです。今回も、ゆっくりしていってね。今回のテーマは、高妻山だぜ。音妻山にも行ってきたのよね。うむ。この地域は北信五岳と呼ばれていてな、まさに信濃地方の北部にある山々だぜ。五岳とは、マダラオ山、妙高山、黒姫山、戸隠山、飯綱山を指すんだけどな。高妻山はその中の、戸隠連峰の最高峰にあたるのぜ。北信五岳については、黒姫山でも触れていたね。よければこっちの動画も、見ていってね。ちなみに北信五岳は、マダラオ山、妙高山、黒姫山、戸隠山、飯綱山と言ったけど、妙高山を外して、校舎山を含める地域もあるそうだぜ。そういえば妙高山って、信濃の山じゃなくて、越後の山だもんね。まあ、全然普及してないらしいけどな。妙高山は見た目も美しくて、標高も高いから、地元も抱き合わせにしておきたいでしょうね。だな。関係ないけど、黒姫山って、三角点なくなったのね。陣馬山や蛭ヶ岳もそうなんだけど、たまにしれっとなくなるよな。そして、今回のテーマの高妻山、あの深田久弥さんのお眼鏡にもかなって、日本百名山にも選ばれてるぜ。だけど、高妻山の頂上に立った時は、無常の喜びだったそうだが、音妻山に足を伸ばす元気はなかったらしいぜ。すごくきつい山なのね。まあ深田さんの場合、戸隠中社の宿を起点としたらしいから、現在の登山口より1時間ほど余分に歩いたからなんだろうけどな。ただ、ウプ主も1998年に一度登ったことがあるんだけどな。やっぱり音妻山まで行く元気はなかったな。当時のウプ主、まだ若かったのにね。若さに任せて、車を徹夜で走らせて、それで登ったからだろうな。音妻山を楽に登る方法はないの？ない。バリエーションルートも含めても、高妻山を越えていく以外、道は一切ないのぜ。工程はどれくらいかかるの？戸隠牧場から、最短コースの弥勒尾根を登っても、高妻山まで4時間20分かかるぜ。往復で8時間近くかかるな。この弥勒尾根コースは、最近開かれた新興コースでな。伝統的なコースは、大洞沢を遡行して一区道を経由するコースだけど、4時間45分かかるぜ。このコースを往復すると、8時間45分かかるな。高妻山まででも、かなり大変ね。うむ。ただ、この一区道コースのいいところは、途中に水場があることだぜ。かなり信頼性が高くて、枯れていたという話はあまり聞かないな。一方、音妻山までは、最短の弥勒コースを使ったとしても、10時間近くかかるぜ。ちなみに山レコの楽ルートでは11時間半と出たな。日帰りで11時間半は大変ね。平ヶ岳のプリンスルートを使わないプランが、こんな感じだな。ウプ主は何時間かかったの？15時間かけてたな。長、そんなコース紹介して大丈夫なの？しかも秋山として。ちょっと無理があるよな。だから標準コースタイム以内で歩ける健脚向け、かつ減点必計になるな。そういえば、一区道に山小屋なかった？これを活用できないかな。一区道避難小屋をフルに活かすと、音妻山まで往復7時間弱まで詰められるな。ただこの一区道避難小屋、競技の避難小屋でな、緊急以外は宿泊禁止。参考のプランに、最初から入れてはいけないんだぜ。なんか、資料が臭いとかも書いてない？実はな、戸隠連峰エリアって平地がすごく少なくて、一区道避難小屋も狭いし、便宜を催した際、しゃがむ場所を探すのに難儀するほど、ちょっとしたスペースもない山なんだぜ。テントとか、張れないのね。平ヶ岳のように禁止はされてないけど、物理的に、ない。ところが今回の参考で、天発的地を見つけてきたぜ。高妻山の向こう側にな。実は最近ウプ主が、高妻山と音妻山を歩いてきたのは、2024年の6月13日だぜ。どっちかというと、春なのね。足が遅いことを自覚していたから、意図的に下肢近くを選んだぜ。標高2000メートル全般のこの山域を、低下に歩くのは暑くて辛いだろうな。しかし6月のこの山域は虫が多くて大変だぜ。もうめちゃくちゃ多い。昼過ぎまでは、まとわりつく虫だったけど、夕方近くなると刺す虫も出てきてな、サラテットとか、虫除けスプレーも、なぜかあまり効かないぜ。下山してからも、1週間近くかゆさで悩まされたな。夏本番は暑すぎ、6月は虫がひどいということは、5月頃がいいのかな？6月はすでにちょっと暑いから、そう答えたいところなんだけどな。5月は暑からず寒からずでベストシーズンなのかもな。でも霊夢、この赤丸バッテンマーク、何だったか覚えているか？ヤマプラで見たことあるような、難所だったっけ？
遭難履歴だぜ。5月の高妻山はまだ雪が多くてな。登る斜面が非常に急なこともあって、結構滑落事故が多発するんだぜ。4月なんか、五地蔵山の下で滑落事故が起きてるからな。さっきの事故記録とは別に、こんな動画も見つけたぜ。時期は2024年の5月18日とのこと。福主の参考日の1ヶ月前なのに、すごい雪じゃない。うん。この人は怪我もなく、遭難には至らなくてよかったけど、要は滑落事故の、ヒヤリハット事案だからな。こんな季節をベストシーズンとして押すことなんか、当然できないぜ。雪山経験者向けね。6月13日になると、高妻山の雪は消えていたけどな。音妻山方面は結構残っていて、持っていった敬愛膳が役に立ったぜ。まだ雪があったのね。ということもあって、高妻山は、秋がベストシーズンの山と判断したのぜ。しかし秋は日が短いよな。で、この音妻山の手前の12大日という名の暗部が、かなりいい感じのキャンプサイトに使えるとわかってな。1日目はここまでで、約5時間半。2日目は12大日から音妻山を往復して、下りも約5時間半程度だな。これなら足の遅い人でも、安心して歩けるプランね。だろ？でも、最短の弥勒コースは、なぜ使わないの？一駆動コースに、水場があるからさ。一泊二日となると、それで一晩過ごすわけだから、水も結構使うぜ。4リッター以上持って上がらないと、安心できないぜ。けど一駆動下の水場、氷清水を活用すれば、3リッターくらいで、間に合いそうだと思ってな。なるほど、全泊装備だと荷物もかさばるから、担いで登る水も、なるべく減らしたいね。だぜ。ちなみに登山口の戸隠キャンプ場までは、長野駅からバスが出てるぜ。結構たくさん出てるわね。始発は長野駅を7時ちょうど発だから、割と早いな。それで戸隠キャンプ場は、8時14分着ね。終バスは17時13分。きっちり9時間弱だから、高妻山までの往復だとしても、余裕はあまりないな。前日の夕方に入って、民宿とかで一泊して、早朝出発とか、できないの？戸隠キャンプ場って、本当にキャンプ場だからな。ご飯出したり、お布団敷いてくれるような宿はなさそうだな。やっぱり、テント持って行って泊まる感じね。下で転泊するか、上で転泊するか、だな。ちなみに東京を起点と考えると、どうやっても長野駅7時発のバスには乗れないから、どこかで転泊することになるな。だったら8時過ぎに長野入りして、8時半のバスに乗って、戸隠キャンプ場に9時44分に着いて、適度に休憩しながら登っていくと、16時頃に音妻山手前の12大日に到着できるから、そこで転泊するのが、無理のないプランだな。土曜日の朝にうちを出て、日曜日の夕方に帰ってこれるとしたら、結構現実的ね。まあ、テントと寝袋を持ってる人には、なんだけどな。転泊することで、1日の行程が6時間弱に収まるなら、転泊初心者のデビュープランにいいかもしれないわね。そうとも言えるな。ただ、転泊装備は持ってない。日帰り参考で済ませたい。という人は、やっぱりマイカー登山になるかな。ウプ主はキャンプ場のすぐ反対側にある、高妻山登山者用駐車場を使ったぜ。自転車も使ったのね。1時間弱ほど、時間が短縮できるぜ。ウプ主のスタートは、早朝4時7分だぜ。まだ暗いね。進んでいくと、戸隠山の、くず湯山が見えてくるな。登山口へは、標識に従って、進んでいくのぜ。道はだいたい間違わないけどな。まあ油断すると、ちょっと間違うけどな。ある程度登ったら、標識に従って右折して、ゲートの脇を入っていくぜ。ここから先も、標識に従うぜ。振り返るとくず湯山。行く手には、これから登る五地蔵山が、眺められるぜ。ここは一駆動コースの登山口だけど、今回はパスするぜ。さらにまっすぐ向かって、この細い道がちょっと伸びてる感じのところが、弥勒尾根コースの登山口だぜ。自転車は、ここに置いていくことにするぜ。高妻山は5月も雪山ですって、書いてあるわね。やはり5月は、おすすめのシーズンとは言えないな。登山口から振り返ると、飯綱山方面が見えるぜ。立ち込める霧が、幻想的ね。時刻は4時54分、それじゃ、登っていくのぜ。小さな沢を徒歩していくぜ。道は悪場や難所もないけど、展望のない、凡庸な道だぜ。可もなく不可もなく、って感じの道ね。ただ、熊が出そうな道でもあるから、熊鈴は必見だぜ。
熊対策についても動画を上げているので、こっちも見ていってね。5時半、ようやく日が上がってきたぜ。やっぱり日があると気分が上がるね。暑くない時はな。ここはブナ仙人というポイントだけど、まだまだ先は長い。根気よく登ってゆくぜ。ロープが出てきたね。急な、滑りやすいところにはこうした対策がしてあるから安心して通れるぜ。この辺り、静寂の中の虫や鳥の声が美しくて動画を撮ってしまったぜ。先が少し明るくなってきたね。標高1800メートル近くまで登ってくると、森林限界というわけじゃないけど、展望のいいところが出てくるぜ。左手に、イーツナさんが見えてくるぜ。北進五岳の位置だね。ウプ主、子供の頃に家族と登った思い出があってな、展望のいい山だぜ。機会があったら、また登ってみたいな。そして、さらに登っていくぜ。鎖が出てきたね。滑りやすそうな泥泞地の急斜面だから、助かるな。また、明るくなってきたね。うむ。8時7分、標高1950メートルまで登ってくると、イーツナさんの他に。振り返ると、黒姫山と、マダラオ山も見えてくるのぜ。これで北進五岳のうち、三座が見えたのね。だな。パノラマにしてみたぜ。そして北の方角は、クビキアルプス。この山域はまだ結構雪があるのね。だな。同じクビキアルプスでも、妙高山の雪は少ないな。これで北進五岳、4座目ね。この展望スポットをもう一息登ると、6見6だぜ。標高は1998メートル、五地蔵山の頂上だぜ。五地蔵山の頂上が6見6って、なんかちょっと変ね。うむ。五地蔵山の五地蔵は、5分ほど南、一不動方面に行ったところにあるぜ。時刻は8時20分。一休憩するぜ。この道が一不動、戸隠連山への道だぜ。今回はその道は行かずに、高妻山に向かうぜ。今回の参考で、初めて見えた高妻山ね。だな。五地蔵山から少し下ると、戸隠西岳本院岳と、北アルプスの後ろ立山方面が見られるぜ。これで北進五岳、全部眺められたね。北アルプス方面は雲がかかって、ちょっと残念だったけどな。戸隠連峰の西岳本院岳のアップ。ここもいつか歩いてみたいね。この山域は音妻山よりもっと長くて、割る場が多くて、宿泊敵地のない、手強い山々だぜ。さあ、高妻山へと登っていくのぜ。綺麗な山だけど、ここからまた登っていくのは、大変ね。だな。登り返すと、戸隠連山南部の、全山域が眺められたぜ。戸隠山って、岩ゴツゴツなイメージだけど、こちらから見ると、また違った感じね。深くて険しい感じだな。実際この方面から登山路ないし。振り返ると、五地蔵山ね。五地蔵山の左に、ちょっと黒姫山が見えるな。北側には、焼け山と日内山。随分雲が上がってきたね。実は、妙高山はすでに雲に隠れてしまったぜ。登った先が七薬師。標高はきっちり2000メートルあって、地図で見る限り、五地蔵山の最高点とも言えるピークだぜ。まあ、こういうところに限って、頂上は逆に展望がないのよね。だな。そしてまた50メートル以上、下るぜ。そして登り返す。これが高妻山をより一層ハードにするぜ。高妻山、近づくんだけど、より一層高くなる感じね。振り返ると、五地蔵山を含めた、戸隠連山。やっぱり雲が多くなってきたね。だな。登り着いた先は、八観音。標高は2053メートルだぜ。
しくも、戸隠西岳と黒姫山と、同じ高さね。高妻山は見えているけど、晴れていないと、やっぱりちょっと陰鬱だな。行った先は救世市。ここはピークではなくて、一不動のように暗部で、ここからが高妻山への最後の登りだぜ。ちょっと雪があるね。この残雪は、登山道から離れているから、問題ないぜ。いよいよ高妻山への登りだけど、ガスってきたね。ビジュアル的には、ちょっと残念だな。けど、湿っぽいなりにも、涼しい風が吹いてきて、気持ちよかったな。6月にもなると、標高2000メートル級だと、もう暑いのよね。雨が降られても嫌だけどな。登っていて痛感することは、豪雪地帯の無雪期は、やぶが手強いな。道が切り開かれてることには、本当に感謝するぜ。奥秩父などに比べて、バリエーションルートがないのは、登山人口が少ないだけじゃなくて、そういう理由もあるのね。2200メートル近くまで登ってくると、岩も出てくるぜ。ロープや鎖も出てくるのよね。悪場ではないけど、何せ急なんで大変なんだけど、落石にも注意してほしいぜ。確かに落石注意って、書いてあるね。すでに五地蔵山のアップダウンで体力を使っているから、この登りは、かなり応えるぜ。急な登りがやっと終わると、頂上までは、10分ちょっとだぜ。でも曇ってしまって、残念ね。天気予報の晴れ時々曇りの、曇りにかかってしまうことも、あるよな。頂上はすぐそば?っていうムードが出てきたね。ここは十阿弥陀。すごく頂上っぽいけど、ここが頂上ではないぜ。十阿弥陀の近くは、すごく歩きにくい岩場が続くんで、転んだり、足をくじいたりしないよう、気をつけて歩くぜ。11時26分、高妻山の頂上到着。結構混んでるわね。やっぱり、日本百名山だけあるな。これじゃ記念写真、なかなか撮れないね。だな。ということで。11時半、高妻山山頂到着。ガスってしまって、展望はありません。ですから一休憩して、まあ、音妻山に行って戻ってこようと思っています。よし、じゃあ降りますか。高妻山の頂上は三脚が立てにくいところでもあるぜ。それじゃあ音妻山に向かって歩いていくぜ。のんびり稜線伝いの散策という感じではなく、結構険しいぜ。よくは見えないけど、なんかかなりヤバい感じが伝わってくるね。稜線を伝ってここに出たら、右手に下るぜ。トラバースする感じね。うむ。結構急な下りだぜ。やっぱり、破線表記されてるだけの難しさはあるのね。高妻山までの道より細くて、ちょっと頼りないかな、って感じだけど。なんろ、悪路まではいかないと思うけどな。確かに細くて、頼りない感じね。ただ、険しいのは高妻山近辺であって、音妻山に近づくにつれ、穏やかな道になってくる印象だぜ。ここは11足く。狭いけど落ち着いたところで、休憩にいいぜ。まだ結構ありそうね。でも、かなり穏やかな道になってきただろ?そうね。この辺りが地形図にある、2297メートルのピークだな。特に印象的でもないけどな。ただ、このピークを過ぎると、6月だというのに、雪が出てくるぜ。うわぁ、随分雪があるね。地形がなだらかだというのは、雪が溜まりやすいということでもあるから、道理だよな。設計は、急だと滑落の恐れがあるほか、道を隠してつながりを分かりにくくしてしまう恐れもあるんで、注意してほしいぜ。でもこの辺り、天白には良さそうだろ?雪が減って、水平に近いところが出てくれば、天白スポットがたくさん見つけられそうね。地形図では音妻山の手前に平地があることは知ってたんだけどな。巨岩がゴロゴロしていたり、ヤブが密生していたりしたら、テントは張れないだろ?だから、現地に行って確認するまでは、天白適地だとは、決められなかったんだぜ。この広大な窪地、平原には、十二大日という名前が付けられてるぜ。お天気のいい日に、ここでテントを張って一晩を過ごしたら、癒されそうね。だろ?ここから音妻山の頂上までは、徒歩20分ほどだぜ。それじゃ、音妻山に向かって登っていくのぜ。ここの雪の斜面は、滑落した先がそんなに危険でもないから、キックステップでも行けそうだけど、敬愛禅持って行って、やっぱり正解だったな。秋なら、この雪も消えていそうね。だろうな。
さあ、音妻山の頂上はすぐそこだぜ。13時、音妻山登頂。音妻山の頂上には、十三国蔵という名前も付けられてるぜ。午後1時、13時、ちょうど、音妻山山頂到着。しかし、虫が多いですね。本当に、虫が多いのね。すごかったな。高妻山の頂上が岩がゴロゴロしているのに対して、音妻山の頂上は、穏やかな草原で、本当に落ち着いた、いいところだぜ。時間が許す限り、ゆっくりしていたいわね。この日は雲が多くて、眺めはあまり良くなかったけど、高い木が少ない分、高妻山より展望はいいかもしれないぜ。こっちが北方角の道ね。三角点もあるな。動画では雲がかかっていた、高妻山だぜ。この方角から見る高妻山も、鋭くてかっこいいね。だな。こちらは高妻山と反対の方角。標高は2261メートル、道も名前も何もない、今時珍しい、本当の秘宝だぜ。こういう山は、なぜか惹かれるね。長居していたい山頂だけど、帰りも長い。そろそろ戻ることにするぜ。12大日に戻ってきたぜ。ここからは、高妻山へと登り返していくのね。これが最後の登りだ。と言えないところが、辛いけどな。振り返ってみると、音妻山って、遠いからきついけど、山陽は優しいよな。言われてみれば高妻山って、結構ゴツゴツしてて、いかついよね。だから、怖いっちゃ、結構怖いよな。滑落とかに気をつけないといけないのね。西側に落ちると、一命を取り留めたとしても、まず救助が呼べない、恐ろしいところではあるよな。そんなことを考えながらも、高妻山の頂上に戻ってきたのぜ。午後2時33分、高妻山、頂上、帰還。しかし、まあ、もう先も長いので、ゆっくり、する時間が取れません。休憩したらすぐに下山にいたします。うぷ主、かなり疲れてそうね。だな。行きはガスで何も見えなかったけど、帰りは少し見えたんで、高妻山の360度の展望を動画で撮ってきたぜ。高妻山は意外に高い木があって、遮るもののない眺望ってわけでもないのよね。だな。これは十阿弥陀方面。こちらは戸隠連山方面だな。一周して、音妻山方面に戻ってくるぜ。さあ、音妻山も見納めだな。こうして見ると、個性の強い山よね。だな。さあ、下山するのぜ。十阿弥陀を通って、爽快な稜線を下れば、どんどん高度を落とす道に戻るぜ。でも、先は長いのよね。事故の8割は下山で起きる、とも言われているから。疲れた足はもつれ気味だけど、注意深く足を運ぶぜ。雲が晴れて、黒姫山が見えてきたな。外輪山が中央下降丘を包んでいる形が分かって、興味深いわね。うむ。目指すは、五地蔵山。戸隠連山も見えてきたわね。黒姫山が、一層くっきりと見えてきたな。これは五地蔵山。これを登り返すのね。やっと七役し。疲れた体に、この登りはきついね。だな。16時40分、ようやっと六味六に戻ってきたぜ。黒姫山の雲が、やっとすっきり取れたな。これは、いい綱さんね。妙高山は朝に見えたっきり、ついに雲が取れなかったな。そろそろ黒姫山も、見納めね。だな。飯綱山は下山路方面にあるから、最後まで見えていたぜ。霊仙寺山にまとわりついていた雲も、取れたね。戸隠キャンプ場も見えてるな。ここを目指して、降りていくのね。さあ、樹林帯に戻ってきたぜ。ここから牧場まで約60分の張り紙。
ブナ1000人まで戻ってきたぜ。牧場まであと30分の張り紙。弥勒コースって、なぜか下り向けの情報ばかりなのよね。ちょっと不思議だよな。そして先が明るく開けてきて。18時40分過ぎ、登山口到着だぜ。いい綱さんには、まだ残照が当たってるわね。ここからしばらくはちょっと上りで、自転車では大変なんだけど、牧場を過ぎてキャンプ場に入れば、下り坂で時間を一気に稼げるぜ。19時ちょうど頃、駐車場まで戻ってきたぜ。日没には間に合ったのね。まあ、6月だったからな。秋に、似たプランを組む場合は、必ずヘッテンを持って行ってほしいぜ。漫然と持っていくだけじゃなくて、事前に点灯することを確認すること。参考中、リュックの中で勝手にスイッチが入って、放電したりしていないことを時々確認すること。予備の電池も持っていくこと。くどいようだけど、注意してほしいぜ。さあ必要だって時に、点灯しなかったら、大変だものね。今回の動画は、本当に長くなったな。参考が長かったからかな？今回もご視聴ありがとうございました。